めちゃくちゃ良くなってるね。ありがとうございます。70から今69って言ったっけ。はい、1キロぐらいしか落ちてないけど前より相当いいね。その前の動画と比べたら別人ぐらいいいね。形がいいよね、やっぱ逆算で。カットが出てないけどね、それは。でもあと4キロ落とせるけどね、はい、それはポーズ取りまくって出したらいいかもしれないね、はい、背中の広がりがいいよ。もう形やけどね、悪くは出てもおかしくないけど、カットがないね。ですね。きつくない？全然きつくないです、今のところは。楽しい、はい、楽しくできてます。はい、真面目やけんね、ほんと好青年やね。だから私思うけど、私を含めてボディービルで言ったら性格歪むんよね。だからボディービルをまあ中にいるよ、うん、だからボディービルをやって性格がいい人ってもともと相当性格がいいよ。私は思うね。ボディビル筋トレ歴41年で思うことで、あの筋肉質な人がボディビルやるとめちゃくちゃ筋肉質になるやん、はい、それと一緒で性格悪いやつがボディビルやるとめちゃくちゃ悪くなるんやって言ったらみんなに怒られるけどね。怒られるけど、何を言いたいかっていうと、そっちは性格いいけんね、全然そのそんな感じでやってほしいね。あ、採点競技だから、あいつより自分が良かったとかいろいろ言い出す人いるんよね、うん、それ全然ないけんね。もう自分がやるだけやけんね。ですね、はい。まあ、今ダイエットちょっとカットは出ないから辛いやるけどね、それも見せないけんね。そこでイライラくる人もいるんよ。あ、昔はボディービルダーが3人いたらジムは潰れるって言われたんやから。俺はよう分かるね、あのジム経験29年だけど、やっぱりちょっとこう精神いかれる人は昔は多かったよね、私を含めてね。じゃそれ分かるやろ。でも、まあ、確かに分かります。はい、頑張った感があるやん、はい、でも人も頑張ってるんやけんね、うん、自分だけも頑張ってるんじゃないけんね。こんなこと言ったら小山君が言ったみたいやけど。まあでも楽しいな。楽しいやろ。楽しいです、はい、今でも参加者が多いから、ものすごく優秀な人がいっぱい参加してるよね、うん、勉強しっかりやってるしね。そうですね、コツコツ。まあ、これが終わりじゃないからね、はい、また来年再来年また10年後、うん、障害スポーツやけんね。ですね。そんな感じやろ。そんな感じで、はい、ずっと続けるつもりやろ。はい、そういったモチベーションで今やってます。まあみんなそうやけどね。だから就職間違えない人かってかね。いや、ボディービル競技に出れないあの仕事っていうのはブラックよね。それは労働省に何とかしてもらわないかんと思うよね。 ですね。でも働き方改革で相当やりやすくなったと思うけどね。はい、だからそういうとこ選んだがいいよね。まあそれはそれとして、まあ仕事が一番やけどね。ちょっと広げてみたら、もう広がりがあるけど、ダウンしてみて、こうリラックスしてみて、これがいいよね。すごくいいよ。ウエスト細いしね。本当カットがどれぐらい出るかやね。まあ、でも動画的にもいいと思うよ。良くなってるもん。ああ、良くなってます。ただ単に細くなる人もいるけどね。もう一方的喋ってしまったけど、まあまあなんかの記念になってね。はい、あと10年後これを見返して、あの時はしょぼかったなっていうようになる予定やろ。ですね。もしくはあの時良かったと思うかもしれないよ。いや、そういう可能性もあるよね。ありますね、そういう可能性。俺も昔の動画ってあんまり見ないけど、昔の動画見て思うことは、あの時若かったなと思うよね。それだけよね。体はあんま変わらないけどね。まあ、あの親御さんとは変わりやるけどね。今情報が多いからですね。ですね。完全に頑張ってください。はい、ありがとうございます。